スタジオに遊びに来てくださいました、ご紹介いたしましょう。新日本プロレスから内藤哲也選手です。はい、新日本プロレスロスインゴベルナーブレスでハポン、内藤哲也です。よろしくお願いします。お願いします。ブエナスタールです。いや、あえて嬉しいですっていうことですね。違います。ブエナスタールです。こんにちは。あ、ブエナスタールです。ブエナス。ブエナス。タールです。タールです。スペイン語。はい。 これはもう本当に内藤選手の、なんかもう、名詞みたいいになってますよねはい <laughs> まあはい、そうですね、まあ、ええ、正直そこまで詳しくはないんですけど、ええ、まあ、こう挨拶程度ならできますよという感じですか、ねうん、いいですね、もうこの肉体の雰囲気といい、はい、また髪の毛のこの金髪加減といい、はい、色の黒さといい、<laughs> なんかいい感じですね、やっぱりね。ありがとうございます日焼けサロンで <laughs> いいいいいっぱい焼いてきました <laughs> で,いいんですかそれ言っちゃって、はい、<laughs> でも、強そう本当に強い、いや強そうじゃないんです、実は、えーはい、新日本プロレスの最強シングル決定戦、g 1クライマックスで優勝されました、おめでとうございます。はい、ありがとうございます <laughs> 1> 約1か月間、北海道から<ー>、えー、鹿児島まで、はい、結構、日本中でいろんなところで試合したんですが、<ー>8月13日、東京の両国国技館で、はい、優勝決定戦、勝って、えー、はい優勝してきました。 ままだ半月ぐらいしか経ってませんねそうですね、まあでもこうやって広島にこう何もなく来るんではなく、この g 1クライマックス優勝者として来れたこと、すごい嬉しく思いますすいいいやーかっこいいで僕は、ね、広島は別に地元じゃないですけど、<っ>勝手にここは俺のホームだと思ってるので、このホームにこうやってお土産を持ってこれたなと、うん、勝手に満足感に浸って,ますい,やーて言いますか。かはい 27日のマツダスタジアム、はい、誰が出てきたんだろうって思思わず思っちゃいました <laughs> <金>誰だあれはとどン毛の金髪に半 <laughs> パンシ <laughs> ョートパンツで、はい、いや女子にしてはちょっと太いぞっていうか <laughs> がっちりしてるぞって思ったんですけど <laughs>、はい、なんと内藤選手始球式、はい、大のカープファンでいらっしゃいます。 そうなんですよね<ー>いやついにこの日が来たかとどんな気持ちでマウンド上がられましたかいや,、あのー、いやもう、あのー、バックステージではちょっと緊張してたんですけど、はい、もうグラウンドに立ってお客様の前に出た瞬間に、うん、もう今までの緊張がそしてお客様の視線が、はい、もう気持ちよくてしょうがなくてですねう緊張はなくもう興奮ですね。 だって昨日マックス二十七日の日曜日ですからこの間ね超満員そうですね三万人ぐらいのお客様のほぼ赤いはい赤かったですねであそこの中心にいるわけですよそうなんですよいやあのもっとここの場に立っていたいもっと俺を見てくれといやこうテンション上がっちゃいましたねいやこうリングに上がるのとどうですかうん あのやっぱお客様との距離が、えー、そのプロレスさんもっと近いですよね、んうん、でもスタジアム、野球場だとやっぱちょっと遠いので、はい、その分こう、緊張はしなかったですね、うん、むしろ。<ー>でもやっぱ僕の憧れの、うん、広島カープの選手たちが、うん、もうそばにいるんだと思ったら、うん、そっちにドキドキしちゃってですね <laughs> 3万人のお客様より。こう 9人そしてベンチにいるカープの選手たちの視線がもう気になって気にになななっっっててしょうかたです <laughs> それだけ好きすぎてもう大好きですねえでも足立区出身でいらっしゃいますよね東京、はい、そうですはいだからもともとは当然オレンジのねこうやって振ってたんですね、はい、いや振ってはいないですけどタ<オ>ル <laughs> 僕のあの父親がやはり巨人ファンなので、えー、うもう自然と 巨人から入ったんですが、えー、僕原さんが原辰つさんが好きで、<ー>原さんが引退された時に、はい、こうちょっとチューブラリーになってしまった時に、うん、カープの足を使う野球が子供心にすごい突き刺さって、えーはい、それ以来ずっと僕はカープが好きですね。いや、何年ぐらい？えっと、二十 <laughs> 原さんが引退したのが九十五年なので、二十二年とかになるんですかね。すごーい。じゃあもう。 あのカープが B クラスにいる時もずっとお好きでらっしゃった、はい、大好きでした <laughs> むしろその僕が応援しなかったらもっと弱くなってしまうんじゃないか <laughs> 俺がもっと応援しないといけないんじゃないかみたいな使命感とかなんかはいなんかそう背負ってました <laughs> 僕,僕がカープを背負ってました <laughs> <laughs> 勝手にえー、じゃあ去年の優勝っていうのはいやーもうう僕あのちょうど 富山大会で新日本プロレスが、富山のホテルで見たんですけども、リーグ優勝の瞬間は、いや、もう嬉しかったですね。しかも、あの、巨人の聖地でしたよね。東京ドームでしたね。嬉しかったですけども、僕はいや、ここで喜んじゃいけないんだと。またそこでこれに甘んじてはいけない。そうですね。リーグ優勝が見たいんじゃないんだと。日本一が見たいんだと。まだ喜んじゃいけないと思って、まあ。 日本シリーズも見に行ったんですけども、<わ>第6戦、第6戦,第6戦行ったんです。はい、第7戦のチケット持ってなくてよかった。あ,あ、良かった、そうですね。<laughs> すいません、こう言っちゃなんですけど、第6戦僕はの、えー、前日が福島で試合で、えー、で当日福島から新幹線で広島まで来て、そこまでお好きなんですね。僕あの準業カバンに常にカープのユニフォームを入れてるんで、もういつでも見に行けるように、はい。<laughs> <laughs> そして見に来た松田スタジアムで<え>、はい、レアード選手の満塁ホームランをもう僕のすぐそばに落ちてきました <laughs> あの何、ー、て言うんですか寿司ポーズ取られてはい、はい、<え>いやー悔しかったですけどでも最後の最後まで、うん、あのー、松田スタジアムの,その席を離れずにちゃんと目に焼き付けました <laughs> この悔しい思いを絶対忘れちゃいけないんだと来年は カープの日本一の胴上げを見るんだと思ったんであの悔しかったですけど最後の最後まで席に座ってファイターズの選手が喜んでる姿を目に焼き付けました、ええ、うわなんかこうご自身と重ねる部分ありますかカープの。うんプ試合にうかあなんか目に焼き付けるとか。あでもあの僕はあの今 田中選手がすすごい好きなんですけども昔はやっぱりホームランバッターが好きだったんですけど、うん、最近ここ何年ずっとこう足,の足が速くてこう体が小さめでその小技が効いてっていう選手がすごい好きなんですよ、うん、すごい目についちゃってっそれは僕がプロレスの中で僕プロレスラーとしてはそんなに大きい方じゃないので。うん その身長できそうもんじゃないんだよ<へ>体重できそうもんじゃないんだよと、うん、そんなの関係ないんだよっていうものを僕はリングで表現してるつもりなんですけど、うん、それをこうカープの中でこう体の小さい選手とかが、うん、まあそういうつもりはないんでしょうけどこう体の大きさなんか関係ないんだっていうのをこう体現してる感じがして、うん、なんか僕はすごく感情移入しちゃいますね<ー>そういう小型な小柄な選手に。うん なるほどね、でもご自身のそうやってプロレス人生にもそこにこう重ねられる部分があったりとかすると余計にやっぱり、うん、その僕もこの2年ぐらいでですね、うん、こう一気にこう皆様に僕の発言でありリング上での戦いがこう響くようにな,、はい、なってきたなっていうのをすごい感じるので。うんうんうん うん、なんかこうカープとともにこう上昇していってるなとか、うん、常に広島豊ヨカープにの選手たちに刺激をもらってると思ってるので、まあ、なかなか難しいですけどね、うん、僕もこうカープの選手に刺激を与えられるような人間になれたらなとそしてプロレス自体がそれぐらい大きなこうムーブメントになっていけたら嬉しいなと。す、うん、すごいですねでねもこうやはり プロレスラーという、まあ、いわゆるこうそうアスリートとして、はい、やっぱご自身の体やその精神的なものっていうのも、はい、そのメンテナンスしたりとかコン,ト、ね、コントロールしたりとかっていう部分では、はい、え結構大変な部分っていうのもあるんじゃないですかうそうでですすねやっぱりうんうん怪我はやっぱつきものですし うん、この前あの鈴木誠也選手が怪我してしまったじゃないですかまもあれもやっぱり思いっきりプレーをした結果やっぱなってしまったんで僕もかつて2012年ですね、うん、5年前に膝の靭帯が切れてしまって9か月間休んだことがあったんですけどもやっぱそれぐらいやっぱプロの世界ってこうギリギリのギリギリまで思いっきりやらないと。 こう勝負できないしお客様を満足させることのできない世界なんだと、うん、思うのでもう一生懸命やった結果の怪我なので、うん、もうこれはしょうがないので、うん、っしっかりゆっくり休んで直してもらって、うん、そして今まで以上の鈴木誠也がこう帰ってきてくれるのを僕は待っていたいなと。うん <laughs> 常にもうカープの選手と重ねてくださってますね。感情移入しちゃうんですよね <laughs> カープの選手に、ね、<laughs> というのも、もうコラボで T シャツやさまざまなところにグッズなんていうのもカープと共にという部分も終わりだと思いますし、はい、ご自身の、ね、やはりグッズなんかも今、すごい人気なんですよね。はい、いやそうなんですよしカープと一緒ですよね、いろんなもの出されるもの、<laughs> 出されるもの,るもの完売とか。 そうですごくリングの上から見てても僕たちロス・インゴ・ベルナブレス・デ・ハポンというユニットなんですけどもそうです日本語がねすいませんこれ言ってみてくださいえロス・インゴ・ベルナブレス・デ・ハポンあそうです合ってますか合ってますあよかったこのグッズをやっぱ身につけてるお客様がすごい 多くて、それやっぱリング上から見ててすごい嬉しいですね。こうユニットなんですよね。はい、ユニットです。ええ、イービルさん。お、知ってるんですか。はい。さん。はい。さなさん。はい。高橋弘武さん。はい。合ってますか。はい。そしてもちろん内藤選手。そうです。僕ら五人で五人のユニット、ロスイングベルナーブレスでハポンですね。ロス なんかありましたよねロスすいません昔のあの,、はい、あのグループ名を言おうとしたんですけどロスなんで,ですかにしときましょうでも、はい、このこういう,こうユニットを作るとかっていうのはい、なんかあの、まあ、これはもともとロス・イングベル・ナブレスっていうのがメキシコに。うん あるユニットだったんですけども、うん、僕が2年前にちょっとこう行き詰まった時に、うん、メキシコに1ヶ月間行く機会があった時に、えー、メキシコでこのロス・インゴ・ベルナーブレスの、えー、メンバーに誘われたんですよね、うん、入らないかと。<ー>で僕ももう行き詰まってたんで、うん、どうしたらいいのかわからなかったんでとりあえず飛び込んでもみようと思って <laughs> このロス・インゴ・ベルナーブレスに飛び込んだら、うん、こうやっぱ彼らのこう。 もう周りの目を気にしないで、うん、もう思ってることを言う,うやりたいことをやるというスタイルが、うん、あのすごく新鮮で僕は今までは周りのお客様の目を気にしながらプロレスをしていたんだなとこれじゃダメなんだなっていうのを彼らに学んでんそしてこのロスインゴ・ベルナーブレスを日本に持ってきてそしてデ・ハポンというのをつけた、うん、デ・ハポンっていうのはまあ日本のっていう意味なんですけど日本のロスインゴ・ベルナーブレスを。 すごいですよねだからこうある意味こう武者修行で得たものっていうのは、はいはい、大きな宝ですよね大きかったですね、うん、もう本当に行き詰まってたので、うん、もうこのまま俺はこうトップになれないまま終わってしまうのかなと、うん、でこの「インゴペルラブレス」を持ち帰ってくる時も,も,うもうこのままもしこれが失敗したら俺はもう終わるなと。うん 覚悟を決めて持ち帰ってきたのでまあその辺の覚悟がこうお客様に伝わったのかなと。いやそしてその覚悟を試されたといいますか。はい、ねえでこういう今人、はい、気が。 こう爆発的な人気で,で、えー、スポーツ雑誌の「ナンバーではプロレスファンからの投票で見事1位で表紙も飾ってらっしゃいますすごいですよ、はい、2年前にこの「ナンバーの総選挙、えー、新日本プロレスだけで2年前はあったんですけど、えー、その時12位とかぐらいだったんですよ、えー、ですが今回はプロレスの全団体の選挙で1位になったと。 いやそれぐらいやっぱり思ってることはやっぱ口にしないと伝わらないしこう周りの目を気にしながら動いてたらプロレスをしてたらお客様何も喜ばせることはできないんだというのをやっぱ改めて感じましたしそれを教えてくれたメキシコの仲間たちに本当感謝ですね。い,いいですねなんかこう その思いをまた受け取って日本に持ち帰って、はいはい、さらにそれを日本でまた日本の形として、はい、こう同じように思う仲間が集まって、はい、そしてそれをまたどんどんとこう発信できるっていうのはすごいですね。はい、あ,いやありがとうございますグラシアス もうここすごいスペイン語教室もできそうですあ <laughs> 挨拶だけですけどねいやでもスペイン語といえばバティスタ選手と、はい、ねなんかあのお会いできる機会があったみたいですね、はい、この前4月に、えー、広島に試合できたん、うん、あのプロレスの試合だったかな、えーうんまあ、広島に来られた時に。<laughs> はい ちょうどバティスタ選手にちょっと会わせていただいて<ー>スペイン語なんですよね。ね<ー>なので少しだけ会話できました。うん、あすごいいいな。すごい、いいいごいあの体、うん、背もでかいですし、すごい大きいんですけど、目が可愛かったです <laughs> <laughs> 愛されキャラですよね愛されますよ、あの目は。でも内藤選手の本当広島カープ愛というのが、日のあのこの間の始球式でも伝わったかと思いますし、こうやってお話聞かせていただいてても、本当にカープ、大好きでいらっしゃるんだなっていうのもわかりますし、大そうですね、年はまあ去年、悔しかったですからね。 今年日本一の胴上げをカープの選手たちが見せてくれるんじゃないかなと、うん、いや、見せてくれるでしょう、楽しみにしてますえー、7回裏のあの、それけカープの時にも、はい、一生懸命応援してくださってる <laughs>、はい、ね、内藤で選手もいらっしゃいますので、はい、共に戦っていきたいなとい、マツダスタジアムでのカープ戦、全試合出場してるわけですからね、僕は。 見事ですよそれ普通は私たちなし得ないです今 <laughs> カープの試合チケット取れませんからみんな京セラ行ったりですねあそうですかそ,うですあのそれこそ交流戦はあの北海道行ったりしてますよーもうホームの試合はもう諦めてるんですよ手に入らない, <laughs> いすごいですよね,ねそこの聖地に、えーね、始球式で立たれるっていうことがどれだけすごいことかという。<laughs> 申し訳申し訳ないですね。とんでもないです。さあそして試合といえば広島でなんと9月16日土曜日です。デストラクションイン広島行われます。ちょうど優勝してるかな。いやそうなんですよ。もう僕ははっきりと試合どころじゃないですよ。この当日もねデイゲームでタップ試合あるので。 なんかそっち行ってるかもしれないですね。もしかしたら。帰 <laughs> ってきてくださいね。<laughs> えっと第七試合です。はい、第七試合までにじゃあ戻ってください。政府ですね。うん、すねセーフです。セーフです。はい <laughs> <laughs>、はい、この時ですけれどももうすごい豪華なメンバー選手が来てくださいます。はいはい、そうですねあのー。うん えーまあ、今回広島大会は4つタイトルマッチが組まれてるほど結構そのビッグマッチといまれる大きな大会ではあるんですがやはり一番の注目はカープファンでありそしてここ広島をホームだと公言している内藤哲也、まあ、僕たちロス・インゴベルナーブレス・デ・ハポンの試合が1試合入ってますのでその試合がこの広島大会の一番の目玉じゃないかなと。 そして広島のお客さんも一番喜ばせることができるのは僕たちの試合でしょうと思ってます, <laughs> すごいですね、ファンの皆さん、もうたまらないんじゃないですか。ですよね、よやただ、そ,もうその日にカープがもし優勝を決めてしまったらもうん、お祭り騒ぎですよもうあっちもこっちも <laughs> サンプラザでもお祭り、マツダスタジアムでもお祭り。 もうやんややんやの世界ですね。ですよね。楽しみです、そして、えー、このスマイルパフェにも何度かお越しくださってる、えー、真壁さんも登場されますし、はい、そして、田中さんも。メインイベントですからね、ね<ー>田中選手は、ねいや。ただ、やっぱり広島大会ですから、うんあはい、これは僕はメインイベントやりたかったっすですね。あ 今回は第七試合がメインイベントです。あまあまあそうですね。あそうですなので第七試合終わったらもう帰ってください皆さん。マツスタジアムに流れていくとか、えあの優勝美酒を味わいに流れ川に流れていくとかじゃないかなと思います。第七試合始まるまでにはあのマツスタジアムとかにいてもらって構わないので。第七試合だけ来ていただいて僕らの試合を見終わったらまた戻っていただけたらいいもう。 スケジュール、組みです、ね。で,すね、でもね、それ。はい、多分それでいけるんじゃないかと思いますし、<laughs> ぜひこの日に優勝してもらいたい。あ、優勝してもらいたいですね。 はい。ということで、えー、9月16日土曜日、会場は16時30分、開始が18時ということになっております。はい、はいえー。詳しくはぜひ、えー、オフィシャルファンクラブでも先行発売されておりますし、えー、それから一般発売もされておりますので、ぜひ、えー、お問い合わせご予約は、新日本プロレスリング株式会社検索してみていただきたいと思います。はい さああじゃあもう時間少なくなってまいりましたの、ね、で、はい、最後に皆さんに一言お願いいたします9月16日広島サンプラザホール大会、えー、なんといっても注目は内藤哲也そして我々ロース・インゴ・ベルナーブレス・でハポンだと思いますこの我々ロース・インゴ・ベルナーブレス・でハポンが一体何をお見せするのかそれは会場で皆様の目で皆様の耳で確認してください。9月16日 広島サンプラザホール大会までトランキーローあっせんなよようやく聞けたっ待ってました,ましたトランキーロートランキーローですよね<ー>、はい、最後の最後に飛び出しましたけれども今日お忙しい中本当にどうもありがとうございました,ましたアディオスでいいですかそうです <laughs> でアッサルエゴまたねアッサルエゴです <laughs> ありがとうございました、えー、新日本プロレス界内藤哲也選手でしたどうもありがとうございました。 そして見に来た松田スタジアムで、うんはい、レアード選手の満塁ホームランをもう僕のすぐそばに落ちてきました <laughs> あの何、ー、て言うんですか寿司ポーズ取られていやー悔しかったですけどでも最後の最後まで、うんあのー、松田スタジアムの,その席を離れずにちゃんと目に焼き付けました、うんうん、この悔しい思いを絶対忘れちゃいけないんだと。来年は カープの日本一の胴上げを見るんだと思ったんであの悔しかったですけど最後の最後まであの席に座ってファイターズの選手が喜んでる姿を目に焼き付けました、えー、うわなんかこうご自身と重ねる部分ありますかカープの。うんプ試合に目に焼き付けるとか。あでもあの僕はあの今 田中選手がすすごい好きなんですけど昔はやっぱりホームランバッターが好きだったんですけど、うん、最近ここ何年ずっとこう足,の足が速くてこう体が小さめでその小技が効いてっていう選手がすごい好きなんですよ、うん、すごい目についちゃって、うん、っそれは僕がプロレスの中で僕プロレスラーとしてはそんなに大きい方じゃないので。うん その身長で競うもんじゃないんだよ、体重で競うもんじゃないんだよと、うん、そんなの関係ないんだよっていうものを僕はリングで表現してるつもりなんですけど、うん、それをこうカープの中でこう、体の小さい選手とかが、うん、まあそういうつもりはないんでしょうけどこう、体の大きさなんか関係ないんだっていうのをこう体現してる感じがして、うん、なんか僕はすごく感情移入しちゃいますね、<ー>そういうチーズ小型な、小柄な選手に。うんうん なるほどねでもご自身のそうやってプロレス人生にもそこにこう重ねられる部分があったりとかすると余計に熱くうんなりますね、えー、やっぱり、うん、その僕もこの2年ぐらいでですね、うん、こう一気にこう皆様に僕の発言でありリング上での戦いがこう響くようにな,、はい、なってきたなっていうのをすごい感じるので。うんうんうん うん、なんかこうカープとともにこう上昇していってるなとか、うん、常に広島豊ヨカープにの選手たちに刺激をもらってると思ってるので、まあ、なかなか難しいですけどね、うん、僕もこうカープの選手に刺激を与えられるような人間になれたらなとそしてプロレス自体がそれぐらい大きなこうムーブメントになっていけたら嬉しいなと。す、うん、すごいですねでねもこうやはり プロレスラーという、まあ、いわゆるこうそうアスリートとして、はい、やっぱご自身の体やその精神的なものっていうのも、はい、出されるもの出されるもの、完売とか、はい、そうですね、<乾>すごくあのこうリングの上から見てても、うん、僕たちロース・イン・ゴ・ベルナーレス・デ・ハポンという、ええ、ユニットなんですけどもこれ制御不御不,不能なやつらってごめんなさい。<laughs> そうです日本語でちょっとこれ言ってみてくださいえ、ロススインゴベルナブレハポあそうです合ってますか合ってますよかったこのグッズをやっぱ身につけてるお客様がすごい多くてそれやっぱリング上から見ててすごい嬉しいですねこユニットなんですよねはいユニットですえービルさんお知ってるんですかはいさんはい真田さんはい高橋ろむさんはい てますかはいそしてもちろんはいそうです僕ら五人で五、うん、人のユニットロスイングベルナーブレスでハポンですねロスなんかありましたよねロスすいません昔のあのはいあのグループ名を用途したんですけどなんですかロスなんですかにしときましょう<ど> <laughs> 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 えー、でも、はい、このこういう,こうユニットを作るとかっていうのはあの、まあ、これはもともとロス・インゴ・ベルナブレスっていうのがメキシコにあるユニットだったんですけども、うん、僕が2年前にちょっとこう行き詰まった時に、うん、メキシコに1ヶ月間行く機会があった時に、えーうん、メキシコでこのロス・インゴ・ベルナブレスの、えー、メンバーに。 誘われたんですよね、うん、入らないかと<う>で僕ももう行き詰まってたんで、うん、どうしたらいいのかわからなかったんでとりあえず飛び込んでもみようと<ー>思ってこのロースイング・ベルナーブレスに飛び込んだら、うん、こうやっぱ彼らのこうもう周りの目を気にしないで、うん、もう思ってることを言う、うん、やりたいことをやるというスタイルが、うん、あのすごく新鮮で、うん、僕は今までは周りのお客様の目を気にしながらプロレスを していたんだなと、うん、これじゃダメなんだなっていうのを彼らに学んで、うん、そしてこのロス・インゴ・ベルナーブレスを日本に持ってきてそして「デ・ハポン」というのをつけた「うん、デ・ハポン」っていうのはまあ日本のっていう意味なんですけど、うん、日本のロス・インゴ・ベルナーブレスを僕一人で始めたんですけども<ー>まあ今5人になりました、ね、すごいですよねだからこうある意味こう武者修行で得たものっていうのは、はいはい、大きな。 だかからですすよねね大きかった本当に行き詰まってたので、うん、もうこのまま俺はこうトップになれないまま終わってしまうのかなと、うん、でこのインゴペン・ラブレスを持ち帰ってくる時も,も,うもうこのままもしこれが失敗したら、うん、俺はもう終わるなと覚悟を決めて持ち帰ってきたので、うん、まその辺の覚悟が。 こうお客様に伝わったのかな。そしてその覚悟を試さったりですね。あそうですか。そうですあのそれこそ交流戦は、あの、北海道行ったりしてますよ。もうホームの試合はもう諦めてるんですよ、ね、はい。<laughs> 手に入らない。<laughs> すごいですよね。ね。そこの聖地に、えー、ね、始球式で立たれるってことがどれだけすごいことかという。申し訳ない、申し訳ないですね。とんでもないです。<laughs> さあ、そして、試合といえば。はい。はい 広島で、なんと、9月16日、土曜日です。はい、デストラクション in、はい・イン・広島、行われます。はい。ちょうど優勝してるかないや、そうなんですよ。もう、僕ははっきり言って、試合どころじゃないですよ。本当 <laughs>。こ、えー、の当日も、ね、デーゲームで、タップ試合あるので。えーはいうん 僕はそっち言ってるかもしれないですね。<laughs> もしかしたら。帰ってきてくださいね。えー、っと第七試合です。はい、第七試合までにじゃあ戻ってくるセーフですね。セーフです、ね、セーフです。ですはい <laughs> <laughs>、はい、この時ですけれどももうすごい豪華なメンバー選手が来てくださいます。はいはい、そうですねあのー。うん えーまあ、今回広島大会は4つタイトルマッチが組まれてるほど結構そビッグマッチと組まれる大きな大会ではあるんですがやはり一番の注目はカープファンでありそしてここ広島をホームだと公言している内藤哲也、まあ、僕たちロス・インゴベルナーブレス・でハポンの試合が1試合入ってますのでその試合がこの広島大会の一番の目玉じゃないかなと。 そして広島のお客さんも一番喜ばせることができるのは僕たちの試合でしょうとすごいですね、ファンの皆さん、もうたまらないんじゃないですか。ですよね、よいやただ、そ,もうその日にカープがもし優勝を決めてしまったら、うん、もう、お祭り騒ぎですよあっちもこっちも <laughs> サンプラザでもお祭り、マツダスタジアムでもお祭り。 もうやんややんやの世界ですね。ですよね。楽しみです、そして、えー、このスマイルパフェにも何度かお越しくださってる、えー、真壁さんもはい登場されますし、そして、田中さんも。はい,、はい、いやメインイベントですからね、ね<ー>田中選手は、ねいや。ただ、やっぱり広島大会ですから、うん、あはいこれは僕はメインイベントやりたかったすですね。あ でも今回は第七試合がメインイベントです。あ、まあまあそうです。あ、そうですそうです。なので第七試合終わったらもう帰ってください皆さマツダスタジアムに流れているとか、え、あの優勝美酒を味わいに流れ川に流れているとかいいじゃないかなと思います。第七試合始まるまでにはあのマツダスタジアムとかにいてもらって構わないので、第七試合だけ来ていただいて僕らの試合を見終わったらまた戻っていただけたらいいもう。 スケジュール組ですねコントロールしたりとかっていう、はい、部分ではえ結構大変な部分っていうのもあるんじゃないですかうそうですねやっぱりうん怪我はやっぱつきものですしこの前あの鈴木誠也選手が怪我してしまって、えーはい、離脱しま,まして、はいまあ、でもあれもやっぱり思いっきりプレーをした結果やっぱなってしまったんでんん僕もかつて2012年ですね5年前に膝を。 の人体が切れててしまって9ヶ月間休んだことがあったんですけどもやっぱそれぐらいやっぱプロの世界ってこうギリギリのギリギリまで思いっきりやらないとこう勝負できないしお客様を満足させることのできない世界なんだとやっぱ思うのでもう一生懸命やった結果の怪我なのでもうこれはしょうがないのでっしっかりゆっくり休んで直してもらってそして今まで以上の鈴木誠也が。 帰ってきてくれるのを僕は待っていたいなと。うん、<laughs> もう常にもうカープの選手と重ねてくださってますね。すす <laughs> 感情移入しちゃうんですよね。<laughs> カープの選手に。ね、<laughs> というのももうコラボで。 はい、T シャツやねさまざまなところにグッズなんていうのも、はい、カープとともにという部分も終わりだと思いますし、はい、ご自身のねやはりグッズなんかも今すすすごい人気ななんんででよよねそうカープと一緒ですよねいろんなもの出されるもの出されるもの,るもの完売とか。はい、そうですね<乾>すねごくあのー こうリングの上から見てても僕たちロスインゴベルナブレスデハポンというユニットなんですけども、これ制御不業不不能な奴らってごめんなさい。そうです。日本語がね。すいません。これ言って言ってみてください。え、ロスインゴベルナブレスデハポン。あ、そうです。合ってますか？合ってます。あ、よかった。このグッズをやっぱ身につけてるお客様がすごい多くて、それやっぱリング上から見ててすごい嬉しいですね。 こうユニットなんですよね。はい、ユニットです。ええー。イービルさん。お。知ってるんですか。はい。さはい、真田さん。はい。高橋ひろさん。はい。合ってますか。はい。そして。もちろん。内選手はい。そうです。僕ら五人で。五、うん、人のユニット、ロスイングベルナーブレスでハポンですね。ロス。なんかありましたよね。ロス。 すいません、昔のあのー、はい、あのグループ名を言おうとしたんですけど。ロスなんですか?。ロスなんですかにしときましょう。でも、はい、このこういうこうユニットを作るとかっていうのはい、なんか新しくないですか?あ。あのー、まあ、これはもともとロスイングベルナブレスっていうのが、うん、メキシコに。 あるユニットだったんですけども僕が2年前にちょっとこう行き詰まった時にメキシコに1か月間行く機会があった時にメキシコはい嬉しかったですけども僕はいやここで喜んじゃいけないんだとまたそこでこれに甘んじてはいけないそうですねリーグ優勝が見たいんじゃないんだと日本一が見たいんだとまだ喜んじゃいけないと思ってまあ日本シリーズも見に行ったんですけども第6戦第6戦第6戦行ったんです はい、第7戦のチケット持ってなくてよかったですいませんこう言っちゃなんですけど第6戦僕はもう、えー、前列が福島で試合で,、えー、で当日福島から新幹線で広島まで来てそこまでお好きなんですね僕はの巡業カバンに常にカープのユニフォームを入れてるんでもういつでも見に行けるように、はい、<laughs> <こ>うそして見に来たえ<っ>松田サジアムで、うん、はい レアード選手の満塁ホームランをもう僕のすぐそばに落ちてきました <laughs> あの何、ー、て言うんですか寿司ポーズ取られてはい、はい、<っ>いやー悔しかったですけどでも最後の最後まで、うん、あのマツダスタジアムの,その席を離れずにちゃんと目に焼き付けました、うん、この悔しい思いを絶対忘れちゃいけないんだと来年はカープの日本一の胴上げを見るんだとは <laughs> 思ったんであの悔しかったですけど最後の最後まで、うん、あの席に座って<す>ファイターズの選手が喜んでる姿を目に焼きつけました、えー、うわなんかこうご自身と重ねる部分ありますかカープの。うんプのか試合に目に焼き付けるとか。あでもあの僕はあの今田中選手がすごい好きなんですけども。うん ホームランバッターが好きだったんですけど最近ここ何年ずっとこう足,のつ足が速くてこう体が小さめでその小技が効いてっていう選手がすごい好きなんですよすごい目についちゃってっそれは僕がプロレスの中で僕プロレスラーとしてはそんなに大きい方じゃないのでその身長で競うもんじゃないんだよ体重で競うもんじゃないんだよとそんなの関係ないんだよっていうものを僕は リングでで表現してるつもりなんですけどそれをこうカープの中でこう体の小さい選手とかがまあそういうつもりはないんでしょうけどこう体の大きさなんか関係ないんだっていうのをこう体現してる感じがしてなんか僕はすごく感情移入しちゃいますねそういう小型な小柄な選手に。 なるほどねでもご自身のそうやってプロレス人生にもそこにこう重ねられる部分があったりとかすると余計にこうな、はい、なんか熱くうんなりますね,ねやっぱり、うん、その僕もこの2年ぐらいですね、うん、こう一気にこう皆様に、えー、僕の発言であり、うん、こうリング上での戦いがこう響くように。はい